す,すいませんもうめちゃくちゃ顔出し配信したかったんですけどできんかった全然やるのよ <laughs> あてつさん大丈夫ですありがとうございますありがとうございます太一さんもこんばんはディオディオパラダイスさんもこんばんは えっと、ザクロさんもこんばんは。ボロイーさんもこんばんは。全然やる。ヨコヒロさんもこんばんは。大丈夫ですよ。精神さんもありがとうございます。そうだね。ほんと無理は禁物だからね。ウニさんもお疲れ様ですね。おさまって。ありがとうございます。こんばんは。ののさん大丈夫大丈夫。大丈夫。頭痛いい。ああ、そうなんだ。お大事に。お大事にしてください。 ゆうじさんもこんばんは。来てくれてありがとうございます。動いてないんですよ。動いてないんだよ。鼻すすりはもうね、前から。これは別に体調不良のあれじゃないの。あの前からのやつだから。ね、インフルエンザ流行ってるから怖いね。東京で流行ってるみたいですね。オセローさんもこんばんは。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。ありがとう。 たけしさんもこんばんは。てつさんもありがとうございます。あ、お花は別に全然あれだよ。あの、花は <laughs>、あの、その、休んだ理由じゃない、全然。花はこれ、通常運転です、これでも <laughs>。コーンさんもこんばんは。ポコさんもこんばんは。まるかとさん、ひろくんもこんばんは。上杉さん、あ、楽しみにしてたのにごめんなさい。 ラジオで信也さんもこんばんは梅鉄さんもこんばんは <laughs> 武さんありがとうございます無理はねしないようにする健一郎さん心配しちゃわないでこんばんは音消えた嘘でしょさあ <laughs> 今日噛みつきていいわ噛みつきたい家庭の果てじゃないニーナリンゴさんも大丈夫だよこんばんはありがとう 美子さん大丈夫だよこんばんは深夜さんありがとうございます直たよかったまた音消えた声があれみんなそんな感じ嘘偏頭痛持ちはねつらいですね正直インフルエンザとかよりもしんどいですね風邪ではないと思う多分あすひめさんもこんばんはそうだね体調第一にします体調第一で音消えたってやばいねう かわい,い12月のギフトありがとうございますすごいこんなんなんだこれなんなんだろうリヨン大丈夫だよりくさんありがとうございます全国で流行ってる聖人さんそっかそっかそうなんだねかなちゃんもまた来てくれてありがとう大丈夫だよ全然大丈夫みんな大丈夫だから本当に響さんも無理しないでってありがとうございますこんばんは 声元気、元気。そんな死にかけの声だったら配信やらないよ。さとこさんもこんばんはこんばんは。何 <laughs> こんばんは。熱測ってない。<laughs> 鼻をか、鼻はね、噛んでも出ないの。出ないの。私は、な、なんちゃらから、何どういうことだろう。あ、りおちゃん、ありがとう。大丈夫だよ。全然大丈夫。ありがとう。こんばんは。 殴られてねえよ。ゾンビくんもこんばんは来てくれてありがとう。ケンさんも来てくださってありがとうございます。イキヤさんも大丈夫ですよ。ありがとう。スラッピーさんも大丈夫だよ。心配しないで本当に。タケさんも初めまして。清原リオです。えっとツインプラネット愛媛所属の高校2年17歳の <laughs> 17歳の清原リオです。 えーと11月4日と11月25日に「ラストアイドル」という番組に出さ,出させていただきました見、ね、はいもし見てくださってたらどうだろうみ見てくださってるかなお体大丈夫だよ声出てない大丈夫かなクロリナちゃんありがとう大丈夫だよありがとうヤスさんも大丈夫だよありがとうございますくんさんもこんばんは あら、こんさ、ん優しさの薬、いる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 。マッティーさんもこんばんは。ありがとう。ちゃんと休みます。明日、ゆっくり休もうと思う。あー今日、顔出し配信したかったんですけどね。カツポンも来てくれてありがとうございます。こんばんは。音切れてる、嘘。ごめんなさい。なんでだろう。充電がギリギリだからかもしれない。 充電化してできてると思ったらできてなかったの <laughs> なんでなんだろう生きててよかった何どういうことどういういこと大丈夫だよ大丈夫だよ <laughs> 声聞けだけでもありがたいやって言ってくれるのがありがたい <laughs> あしげさんもこんばんは大丈夫全然大丈夫慣れてるから大丈夫だようんスタイで見たけどそうだね厳しい世界に見えると思うよほんとに音出てるんだ出てるんだ たかさんもこんばんは来てくれてありがとうございますえっ、ー、と見たのイメチェン見たよー可愛かったー秒でいいねしました <laughs> ゆうきさんもこんばんは太郎さんもこんばんは大丈夫だよカツポンありがとうございます本当に大丈夫だよみんな猫猫ネさんもこんばんは <laughs> そうりょうたんが2人います <laughs> ありがとうございますあ明日絶対顔出しで絶対明日は配信顔出しでする だから今日とあのー、明日の朝方でちゃんと直し,しますね薬飲んでもね効かないのよねえ返痛あかねちゃんもそうなんだ結構仲間がいっぱいいるね石井さんもこんばんは D4 って来てくれてありがとうございますこんばんは大丈夫だよ大丈夫だよ心配で夜もね早かったって <laughs> どういうことだよ <laughs> ついさっきの話やのに <laughs> S 川さん、はじめまして。ああ、ありがとうございます。えっと、高校2年17歳、ツインプラネット愛媛所属の清原ディオです。来てくださってありがとうございます。よかったらフォローしていただいて、あのー、えっと、明日の通常配信来ていただけたら嬉しいです。あ、じゃあ、その方のスマートフォンによるのかな。聞こえてるか、ちゃんと。ありがとうございます。 変頭痛持ちの方多いね。ラスドロータさん、今日 DJ だよ。DJ。みんなもやっぱたまにあるんだね。猫行きだるまかわいいね。かわいい。あさんもこんばんは。大丈夫ですよ。お疲れ様です。ありがとうございます。みかんあげねえよ。 あーカツポンとリクさんありがとうございます。えっ、ー、と、ね、猫、ね、雪だるま。猫、ね、雪だるま。頭痛持ちじゃないんだ。羨ましい。でも変わったらかわいそうだから変わんないわ。私優しいから大丈夫。<laughs> ニーナリンゴさんもハートありがとうございます。ありがとう。<laughs> 家族で縛いてねえわ。縛いてねえよ。アオタンさん。アオタンさんって名前見たことある。なんだろう。 あの <laughs> え絶対見たことあるぞ青田たんさんって <laughs> 私は初めてじゃない気がしますなんだか来てくれてありがとうございます <laughs> 大丈夫って言っても心配だよねそうだよね <laughs> でも大丈夫大丈夫大丈夫 <laughs> 大丈夫ですありがとうございますみんな 声元気でしょそう元気だからあ銀太くんもこんばんはありがとうございます家族がないしそれはそれで面白いかもしれないけど写真持ってるけど何が悪いんだよヨゴイロさんありがとう雪だるまありがとうございます終わったらすぐ寝る寝る寝るよちゃんと直します明日も出るのん明日も配信するよいっぱいあい,いっぱいはしないかもしれないけど ラストアイドル見て好きになったってありがとうさんありがとう嬉しいありがとう動いてなくてもかわいいよかった○○バルバルレイレンさんもこんばんは来てくれてありがとうございますありがとうございますえた、ー、けさんラストアイドル見てましたってあ,ありがとうございます嬉しい嬉しいありがとうございます クーポンさんも、大丈夫だよありがとうございます大丈夫です大丈夫です朝鮮ドアビションスの清ラリオですとか言わねえよ言わねえよだから清原リオだってば、ツインプラネットスター会さん所属してますしてますチョコブちゃんプリンちゃん配信 <laughs> <laughs> ねえ、吉崎あやさん写真集ってすごいですよねすごいラジオっぽいよねこの方が席出てないよ大丈夫だよ 大丈夫だよ館林さんも来てくれてありがとうございますこんばんはこんばんは明日ねちゃんとうんちゃんと愛したボロいさんちゃんと配信します鼻はねしんどいって言ってもねやっぱ慣れてきたなんかいつもこの鼻だから音やっぱ途切れる人いるね途切れる人いるねツインプラネット愛媛に所属してます 明日はそうだねゆっくり休むエリカさんもこんばんは来てくれてありがとうございますこんばんは明日すっぴんやだー星なくなったってありがとうございますタテさん大丈夫だよ全然ね明日ラス,ラストアイドルだねやったお医者さん行ったけどね治らないみたいですこれはなんか うんお薬飲んでも効かないらしくてもうただ耐え忍ぶしかないみたいな感じなのリオンって呼んでいいよリオちゃんぜひ <laughs> 全力でリオンって呼んでほしい推薦コメント書いたありがとう茜ちゃん呼んどくね嬉しい推薦コメントが届きましたってそういえば今日通知来た気がするわありがとう <laughs> ありがとう変頭痛経験ないってめっちゃうましい 稲荷さんもトゥース来てくれてありがとうございます黒丸さんもこんばんは今日寒かったですよね寒かった小田さんありがとうございますはい顔,顔より面白さに自信のある今日はるいようです <laughs> 声正当じゃないよ全然「病人じゃなかったね」んかバカかとか言われてる <laughs> 稲荷さん、あそうなんだ了解ですありがとうございますお医者さんの薬もね一応もらったけどね効かなかっただから本当にどうしようもないらしいショールームでラジオするよラジオするよあ天気悪いと頭痛もある私今すっぴんじゃないの本当にメイクしてて完了しててその配信する準備が完了してて さあやろうって思った瞬間に <laughs> あちゃーってなりました <laughs> オーロラボーイさんもこんばんは聞いてくれてありがとうございますえすごいえ青たんって呼んでいいかな息づけだったやったなんかねあゆみちゃんがあゆみんって言ってるのをすごい覚えてるんだよねなんか絶対私知ってるあゆみちゃんの愛しめっちゃ見てます私 <laughs> そうだよそうだよ グロリダちゃんそうなの私普通に2000人フォロワーさんありがとうございますっていう意味でやってたんだけど今思えばシュークリームロケツさんのポーズやった <laughs> 勝手にやっちゃってるしおんくんも来てくれてありがとうございますもいちゃんも来てくれてありがとうりくさんもハートありがとうございますわっさんもこんばんは来てくれてありがとうヒロくんもこんばんは今日ショールームであゆみちゃんが今度清原さんとツーシ うわー、嬉しい。めっちゃ嬉しい。今日も話してたの今日見れなかったの最悪。えー、ありがとう、教えてくれて。めちゃくちゃ見たかった。めちゃくちゃ見たかった。さくらちゃん、あえっ、ー、と、あさってか。あ、わかった。ありがとう。えー、あ、いわゆノンハー見てるよ、私も。千鳥さん出てらっしゃいますよね。 リオが2人に見えます。はい、それ正解です。<laughs> 2人いるよ。エスカワさん、フォローありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。あやこさん、おやすみ。また明日お待ちしてます。家族は全然元気。全然元気。関西のイベント出たいです。出たい。出たいです。恋愛小説家さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。 こんばんばそう、家族には甘えないとね。テレビの音やっぱり聞こえますよね。すいません。うん。いません。めっちゃ買いたいね。気になるよね。気になる。そうそう。はい。明日お待ちしてます。カツポン。ありがとうございます。りゃちゃんご一緒切って嬉しいわ。ありがとう。ありがとうございます。 いつもあすし忙しいんだ。鼻水慣れちゃったの。にーなりんごさん、だるまありがとう。みゆきちゃんも来てくれてありがとう。かずやもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日は22時まで配信します。みやちゃんもこんばんは。来てくれてありがとうございます。あいみちゃんのファンの方がいっぱいいる。嬉しい。みかんね、ないねん、うちの家。<laughs> いかんないねー。リオンって呼んでるよちゃん。ありがとう。ありがとう。声だけでもいけるかな。<laughs> いけるかな。風邪じゃないと思うんだけどね。病気。うんね。りくさんもハートありがとうございます。ありがとう。愛媛寒いんだよね。本当は。そうそう。オンとは呼べないんだ。写真集出したいです。 立,て林,立って林さんって言っちゃった。立て林さんをディーヨンって呼んでください、ぜひ。お願いいたします。みんな全然呼んでくれていいよ。デューちゃんとも握手したい。うれしい。ありがとう。うれしい。<laughs> 今スクショして何の意味があるんだよ。<laughs> シュールだわ。シュールだわ。あおたん。 ねあゆみちゃんがよく、あおたんって呼んでるイメージなのさ。そう。そうなの。うん。そう、お医者さんの薬が効かないのは、結構しんどい。あつあつさんは、ディオンディオンって言うんだけど <laughs> ありがとうございます。<laughs> チョコ押していいよ、チョコ押してほしい。ふふ。へへへなになに私へ,へへへって言ってた。<laughs> 気持ち悪いって言われてる <laughs>。なんか私さ、 体調崩しとる日に限ってめっちゃみんなにすごい言われる <laughs> 天気悪い時ね痛くないリオンも曖昧になりたいですもうなってるよ気持ちはそうロキソニン普段の頭痛はロキソニン効くんですけど今日みたいななんか持病的なやつは薬効かないやつなんですよあゆみちゃん喜んでた私の方が嬉しいよありがとうございます あみちゃんのコメントいやコメントはダメかなと思ってしたことないりぶちゃん可愛いって言ったら嘘でしょもうやだありがとうございますもうなんかもう嬉しすぎてちょっと本当に <laughs> あ分かったあおたんって呼ぶねあおたんってなんか可愛いよねあおたんって呼ぶあおたんごめんなさいイントネーション絶対ちゃうわこれ 元気になる太郎さんありがとうございますリオンの写真集出たらすごいねすごいね声が可愛いって嬉しいありがとうございますみやちゃん星投げるってありがとうございますありがとうそう2,000人ポーズやったんよそうそうなんよあだまくんってなんだくんだけで十分可愛いけどなくんわかったえくんってなんだろう 「M ステは」はその時ちょうど私もうすごい死にかけな状態だったんで音だけは聞いてたけど最後らへんは見てたかな普通に見たよあゆみちゃんを好きなりおちゃんのことも大好きになったありがとうございます嬉しいあゆみちゃん好きです普通に普通に好きですスクショタイムないわスクショタイムないわ 何て私がリオちゃんって言えばすごいわかん確かにそう、私もそう、そう。リオちゃんって何ってなる自分で呼んでて。本当に。なんかね。そうなんだよ。関西のイベントね、やりたいですよ。決まってないんだけどね。いつかやりたい。愛情の裏返しか本当に。本当にそうか <laughs> 暖かくして寝ないとねあロキソニンはね普段の頭痛は効くよでも今日のはそのなんだろうね頭痛よりもめ,めまいだからねそうなんだよね血管細いのかななんかその病気がなんかなんだろう血管がな,ない何て言うんかなこう圧縮なんて言うんだろうで起こるものらしいから細いのかな あゆみちゃんにコメントとかね緊張してできんできんえ青たーんっておかしいよね呼び方大丈夫かな青た <laughs> ーんだよね普通青た <laughs> ーんってなんやねんな <laughs> チョコちゃん近く今私の目の前を通っていったよディオンねバンドワゴン踊れるのさ踊りたかった一回だけでもヤマピーさんもこんばんは来てくれてありがとうございます呼び名が難しいそうなの そうなの声元気だよ元気元気元気です <laughs> 猫かぶりタイムねないね東北行きたいです行きたいそうそれでも違和感感じながらもディオちゃんって呼んでるんやであすごい私の初期のアバター来てくれてるリオちゃん <laughs> リオちゃんとかも <laughs> ね本当に変な感じ <laughs> なんか変態変な感じ横にな なんかね、何しててもねだダメなんだよねんだろうね治らないの本当になんかそうチョコちゃんのスクショタイム <laughs> 確かにあおでもねあゆみちゃんが「青タたん」って呼んでるからなんとなくよ伸ばしちゃうターンのところターンって伸ばしちゃう「青タたん」「青タたん」「青たんでいいじゃん」 細かいいことは気にしないでいいんだよ <laughs> でもな青っていうのお名前なのかなあおたんってすんごい可愛いよね名前みんな可愛い名前してるなって思いながらいつもね名前見てる踊れるもうすっごいおどるきで挑んだから完璧にしていってたんだよ<笑>,笑い方がババくさくなっちゃった <laughs> みんなもバンドアゴン歌って踊れるんだねすごい。 見たんとな並びたいよまた並びたいよあそれです千機暗転ですそうなんです黒ジャケットさんもこんばんは初見ちゃうやろ深夜さん覚えたはずなんだけど覚えたはず他にいないから深夜さんって覚えたはずあっウユイちゃんだありがとうこんばんはどこ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 ないよ今日は で青ンって方言やったらそうらしいね。でも私んとこは青字っていう青いあざのこと。リオって可愛いからオちゃんって呼んで、ええー嬉しい。リオって可愛いんだ。<laughs> 嬉しいな。磯吉さんも遅れていいよ。こんばんは。ありがとう。来てくれて。<laughs> ありがとうございます。<laughs> リオタン棒読み <laughs>。シュール。 あ、イク湯さん、シナボンになってる。こんばんは。ありがとう、来てくれて。T くんもありがとう、こんばんは。学校のりおちゃん、習い事に。え、そう、そうなの私の近くに、ね、全然いないよ、りおちゃん。誰も、あ、どっかのクラスに行ったかもしれないけど、全然いないんですよ、私の周り。ほんとに。全然いないんですよね。あ、イク湯さん、ハートありがとう。みんな,棒読みすな、棒読やミスナ。読みやミスナ。 バンドアゴン見たかったなって言っていただけただけで嬉しい FME 右でみたいってすごいラジオっぽいのかなやっぱりねカラオケが出たみたいですねバンドアゴンのああきとさんこんばんはありがとうございます来てくれて <laughs> 岡山はねあえ青あざのこと煽ったんっていうねそうそうそうだよね青なじみ ええー、幼なじみみたいだね。面白い。すごいな。覚えてるよ。覚えたいの。覚えたいの。りおちゃんが心配すぎて。<laughs> 大丈夫だよ、本当に。あ,あ、そんなん、みんなになんか心配させるのってあんまり、なんかね、こういう、なんだろうね、配信する側としてあんま良くないと思うから、どうしようって思ったんだけど。 まあいっかと思って普通に体調を崩したからって言うと <laughs> 他にねだってこんな時間に休養ができたのでとかおかしいしねと思ってそうなんですよでもねそしたら案の定みんなめっちゃ心配してくださったから <laughs> 案の定っていうかもう想像以上にすごいみんな心配してくださってもう全然大丈夫だからね本当に全然大丈夫だよ大丈夫 ディオの名前の由来はえっとね葉月ディオナさんっていう女優さんから取ったみたいです私はねあんまりちょっとねまあ、よくわからないんですけどそうだから漢字自体の意味はそんなにないよそうディオ様って呼ばれてる <laughs> ありがとう <laughs> ディオさんとも呼ばれてるね好きってありがとうございますディオ君とかいるのかないるのかな あ、育さん、猫だるま。猫だるまってぐちゃぐちゃになっちゃって。猫行きだるまありがとうございます。エヴァンドラゴン歌いたいな、私も。山ーさん、50、リュウちゃん、ありがとう。そう、コメントもフォロろわずも前に比べたら本当にね。そうなんですよ。棒読み、すなすなだよね、本当に。リュウちゃん、割とよくおるんだ。えー、そうなの応援してる人が同じ名前、嬉しかったらいいけど。私だったら嬉しいかも。 <laughs> 嬉しいであってほしいですねみんな大丈夫だよ体調大丈夫だよ幼なじみの名前リオだったんだへえそれもそれですごい幼なじみっていいですよねなんか私はなんか幼なじみっていうほどじゃないけどちっちゃい頃遊んでた子はよ4人ぐらい,いたかな男の子2人女の子2人で りおくんっているんだそうなんだ心配するのやめて大丈夫だよ大丈夫心配される側になっちゃいけないと思うから大丈夫結構私昔はねなんか心配されたくておもむろになんか出していたりしてたけどなんかねまあ今も心配されたい時もあるんだけどね <laughs> あと4分嘘でしょそういえばね昨日ね 昨日あのー、昨日欅坂46さんのねアルバムが届いたんですよでずっと聴いてます今今,今は聴いてない <laughs> ずっと聴いてるんですよなんかすごい今ハマっちゃってて今更ながら買ったんですけどなんで今まで買わなかったんだろうってぐらいもういい曲ばかりで。 ね、なんか世界には愛しかないの PV を改めてフルをね、DVD で見たんだけど泣いたんだよもうほんとに涙が出てきたなんかほんとにそうそう懐かしいんだ懐かしいんだりくさんダルマありがとうございますありがとうございますあキオピーって学校でたまに呼ばれるよそうそう魔性魔性のえそうなんだ そうなんだトークうまいやったーやったーまあ、しょうじゃないよ私全然 <laughs> 明日の配信時間また言う決まったら言うねちゃんと言いますね,ねもう終わりとか寂しいわねこんなに心配してくださる方がいて幸せです本当におすすめの私はえっと欅坂さんの曲だと「君がいない」っていう曲がすごい好きです私すごいなんか 暗い曲とかなんか夜っぽい曲が好きなので「君がいない」をずっとリピートしてます最近はまあでも私好きな歌結構その時によって変わるからあれなんだけどそうまた話したいですこういうの「世界にはリオしかいない」とかも嫌だ自国でしょそれ嫌 <laughs> だよあれどのバージョンだったかな,などのバージョンだったっけ うん、でも DVD D もついててね、めっちゃよかったんですよ。キヨピーいいんだいいんだね。うん、いいんだ。世界に愛しかないめっちゃいいですよね、本当に。本当にね。ね、明日ラストアイドルだから楽しみだね。あっという間だったな、一週間。ベリカさん好きです。可愛いいですよね。<laughs> めっちゃ好きです。めっちゃ好きです。みんなありがとう。あの、 もっと話したかったですもっと話したたかったしみんなに楽しんでもらえたか分かんないからなんかすごいねも,もやもやするけど <laughs> ごめんなさい今日は今後ぐらいしかできなくて明日はちゃんと話お話しできるようにあのな直すのでねよろしくお願いしますねよろしくお願いしますすいませんまた。 明日の配信時間またお知らせいたしますのでよろしくお願いします。はい。では、またね。ありがとう。明日みんな楽しんでいただけるように頑張ります。ありがとうございます。終わります。おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。